ゲームを持ち運んでプレイしたいということで、本日はね、人気が非常に高まりつつあるモバイルゲーミングパソコン、こちらの比較の方をねやっていきたいと思います。今回対象にしているモデルは4モデルありまして、最新のね ROG Ally X、 それから、1個旧モデルになる ROG Ally、 それから、レノボさんのねレギオン5、そして MSI のクロート、このね4モデルで価格であったりスペック面であったり、実際にね僕も使ってみた感想を踏まえて、どの辺がねおすすめになるのかということを皆さんにね、解説していけたらというふうに思います。どのモデルもね過去にしっかり個別でレビューはさせていただいてまして、実際にね使っていますんで、その辺のまあ情報としての角度というんですかね、信頼度っていうのはねそれなりにあると思っていただければ嬉しいです。このチャンネルではねそういう感じで、ガジェット類であったりパソコン類、カメラであったりっていうことを紹介していっておりますので、よかったら高評価とチャンネル登録の方していってください。それでは、やっていきましょう。はい、最初にねモバイルゲーミングパソコン、どういったものかっていうのを簡単に触れていきたいんですけれど、まあその名前のまんまです。持ち運んでね、ゲームが遊べるっていう代物なんですけれども、この世にはねゲームっていうのが非常にねたくさん販売されております。でそういったゲームの中にはね非常に魅力的なもの、皆さんもね遊びたいと思うものたくさんあるかと思うんですけれども、どうしてもねゲーミングパソコンとかそういったものを用意しないと遊べないっていうのがねあったんですよ。でなかなかノートパソコンで持ち歩いたとしてもちょっとね人目があったりとか、まあ、ノートパソコンを置く場所がないっていうことがあったりして、こういったね、モバイルゲーミングパソコンっていうものの需要がねどんどん上がってきているっていうような現状がございます。ただまあちょっとね気をつけておかないといけないことがあって、やっぱりゲーミングパソコンってもともとそれなりのサイズであったりとか、まあ冷却性とかの面も含めてですね、それなりに大きなものじゃないと現実的にプレイが難しいっていうところあったんですね。それをまあかなりコンパクトな筐体に仕上げておりますので、バッテリー持ちがねやっぱりそんなに持たなかったりとか、まあパフォーマンス面ですね、やっぱり同価格帯の、ゲーミングパソコンであったりゲーミングノートパソコンには、ちょっと及ばないっていうのは素直にあります。なのでね家でがっつりシューティングゲームやりたいとか、まあ競技性の高いゲームで遊びたいっていう方は、避けていただいた方が無難でございます。あとやっぱりね使い勝手の面もポータブルに特化したものになりますので、普通のね、ノートパソコン、パソコンの方が使い勝手の面ではやっぱり使いやすいっていうのはあるんですよね。なのですで、にねそういった、メインパソコンをお持ちの方で、例えば寝転がりながらゲームをプレイしたいとか、ちょっとね旅行に持って行きたいとかね、そういったまあ、サブパソコン、セカンドパソコンとして、購入されるのがおすすめになっています。でその中でもじゃあなんでこの4モデルを、上げてきたかっていうことなんですけれども、 ASUS のまず ROG Ally、 これに関しては、まあ、今までのポータブルゲーミングパソコンの中でおそらくトップであろう売り上げ、人気を誇っています。でまあそれのね、改善点とかね、修正を加えたものが ROG Ally X ってね、今度発売されるモデルになるんですけれども、そちらもね、触れないわけにはいかないだろうということで選んでいます。で MSI とねレノボに関しても、まあこれもね、それぞれ個性があって人気がありますし、もともとこの、全メーカーですね、ゲーミングパソコンであったりノートパソコンでからマウス、PC パーツとかね、いろいろ販売をしてきているメーカーさんなので、やっぱり信頼性が、全然違うんですよね。もちろんね、いろんなところでテストっていうのもしてるでしょうし、やっぱり経験値っていうものもある。それから、やっぱりこう家電量販店とかに行ってね実際手に触れやすい、モデルっていうこともあるので、結構皆さんの中にもこの4モデルの中でどれ選べばいいのって悩んでる方いらっしゃるかと思いますので、この4台をねピックアップさせていただいたという形になっております。はい、ということでね、それぞれのポータブルゲーミングパソコンのねスペックを一覧にしたものになるんですけど、まず液晶モニターですね、こちらは、ほとんどのモデルがね7インチのフル HD モニターを採用していて、どれもね 120Hz のリフレッシュレートに対応しております。でレギオン5の方だけがね
8.8 インチで、まあ、解像度も少し高いということで、液晶モニターの、ね、解像度とかね、なんて言うんですかね、微細な表現みたいなものを重視する方はこちらレギオン5を、ね、選ばれるといいのかもしれませんね。で CPU のところも触れていきたいんですけれども、ほぼほぼですね、今ポータブルゲーミング PC で主要になっているのは Ryzen Z1 Extreme になります。これかなりね、CPU 性能も高いですし、描画性能ですね、ゲーミング性能も高いので、この、Ryzen Z1 Extreme が採用されているということになるんですが、唯一ね MSI の Crow の方だけが Core Ultra 5135H と Core Ultra 7155H ということでね、インテルの CPU を採用した、モデルということになっています。続いてメモリの方なんですけれども、 ROG Ally だけがね 24GB メモリを採用しておりまして、他のものはね 16GB のメモリということになっております。基本的には CPU 内蔵のねグラフィックを動作させていくっていうことになりますので、このメモリ容量がね大きい方がその点有利に働くということで、 ROG Ally X はね、例えば 8GB を VRAM に回しても残り 16GB で作業が行えるということで、他のモデルよりもかなりねその点有利な、状況が整っているっていうことになりますね。でストレージ容量の方なんですけれども、ROG Ally が 1TB、 それから MSI Crow のね、上位モデル Core Ultra 7を採用したモデルが 1TB で、基本的には 512GB ということになっています。はい、続いてねバッテリー容量のところなんですけれども、初代の ROG Ally が 40Wh ということでね、高負荷なゲームになると1時間遊べるかなどうかなぐらいの容量になります。で続いて、まあね、レギオン5がほんのり、多い 49.2Wh になるんですけどね、これ解像度が高いので、だいたいね、バッテリー持ちといったら似たような感覚かなといったところです。で MSI Crow の方は 53Wh ということでね、他の2モデルに比べると、バッテリー容量は少し持ちます。で、ROG Ally X がね 80Wh ということで初代の2倍のバッテリー容量ということでね、やっぱり2時間とか3時間とか遊べるようになってくると、やっぱりこれまでの使い勝手、利便性のところではね全然変わってきますんでね、バッテリー持ちをまあ重視される方は、まあ、ROG Ally X 最新モデル選ばれると良いかと思います。はい、続いてね、重さの方をチェックしていきたいんですけれども、やっぱり一番重たいのはレギオン5、こちら 8.8 インチのねモニターを採用したモデルで 854g ということになります。ただこれコントローラーね着脱できますんで、実質コントローラーのね、外して使えばコントローラーの重さだけで、まあ、ゲームを遊んだりということができるので、意外とね他のモデルよりも負担は小さいです。ただ持ち歩きのね重量に関してはどうしてもね、この重量かかってくるので、そこはまあ他のモデルに比べてちょっと持ち歩きの負担はあるかもしれません。他はねだいたい 600g から 700g ぐらいで前後しているので、まあ、この辺はまあ大きなね差はそこまでないのかなといったところですね。はい、続いてね価格お値段のところに触れていきたいんですけれども、こちらはね定価というか発売間近のお値段っていうのを一応載せている形になります。でやっぱり一番お値段するのは最新モデルで大幅なねスペックアップを果たした ROG Ally X の139,800円になるんですけれども、初代はね、109,800円ということで非常にね、まあ、試しやすいお値段ということで、結構発売と同時にねバカ売れしていったイメージがあるんですけれども、でレギオン5もねやっぱり続いてちょっとお値段そこそこしてやっぱ13万中ほどということになってるんですけれども、これぐらいの値段になってくると結構ゲーミングノートパソコン普通に、買えてくる値段になってくるので、やっぱりスペックのところとかを考えるとちょっとね正直この13万円台あたりは手を出しづらいのかなっていうのが正直な印象ですね。で MSI Crow の方なんですけれども、これね、この間のセール Amazon のセールで、7万円ぐらいで販売されていまして、僕もね、実際購入してしまった口なんですけれども、やっぱりポータブルゲーミングパソコンね、ちょっと型落ちのモデルに関してはお値段結構こなれてきているので、そういったセールとかでねお得に手に入れるのがねいいのかなというふうにも思っております。はい、じゃあね、今度はコントロールですね、操作部分のところを触っていきたいんですけども、やっぱり ROG Ally X の方がですね、ここのジョグダイヤルっていうんですかね、これがしっかりと反発が
あって、まあ、あのちゃんと高級感があるっていうんですかね、ちゃんとしてるって感じがするんですよね。で一方の MSI クローさん、これねかなり軽いんですよ。なんかうーん抵抗とかが全くなくて、うーんでちょっとここの山の部分って言ったらいいんですかね、山の部分もすごくフラットになっていてですね、すべすべとした素材でくぼみもないので、操作性っていう面では、まあ、ROG A ライの方がね、一歩上を行くのかなっていう印象です。この辺のねスイッチとかはねあんまり触り心地変わらないんですけれども、あとまあこのトリガーですね、トリガー分かりますかね、これこっちはねカチ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 とした感じで、深みもね結構あります。これ音もね分かりますかね、カコッカコッって言ってるんですけど、かなり反発もあって奥が深くてしっかりしたね押し心地になってるんですよね。で一方のこちら MSI クローさんの方、かなり分かりますかね、軽い押し心地、反発は全くないっていうような感じでね、でまあ奥行き感もこれもねあんまりないんですけど、うん、あのね実はね僕はこっちの操作性の方がいいかなって思ったりもするんですね。そんなに深くないんで、こっちのね A ライ X だと結構深くて指がね長時間キープするときに疲れちゃうんですよね。まあこの辺は好みもあると思うので、まあ、店頭とかでね、チェックされるのがいいのかなというふうには思いますけれどもね。レギオン GO に関してはですね、モニターとコントローラー取り外して使うことができますので、結構ね重たい、ポータブルゲーミングパソコンずっと支えるとやっぱりしんどいというところがあるんですけど、その辺の負担はね、一番小さいのかなというふうに感じます。あとやっぱりあのモニターが、独自のキックスタンドがついててね、自立してくれるっていうのも嬉しいポイントで、例えば移動中にゲームだけじゃなくてね、なんていうんですか、動画視聴、映画見たりとか、まあ、あのタブレット的な、ね、使い方をするっていう意味でもね結構便利だったりはします。そういう意味ではね一番フレキシブルに使える、モデルっていうのがこのレギオン GO になるのかなというふうに思いますね。肉抜きって言ったらいいんですかね、空気穴自体は MSI のクローの方がね、かなりたくさんね、大きく開けられていますね。で、ここマクロボタンになるんですけども、マクロボタンも、MSI クローの方がね、かなり大きくてですね、まあ、押しやすい触りやすい形になっているかなというふうに思います。はい、ここからはね性能チェックですね。Ryzen Z1 Extreme、これは、ROG A ライの最新モデル、それから初代、レギオン GO にね搭載されている CPU になりますが、25,000ぐらいのねスコアが出ていて、結構ね高負荷な作業にも耐えられるほどのパフォーマンスを持っています。で MSI クローの方はねインテル CPU 採用しているんですが、上位モデルはね Ryzen Z1 Extreme とそれほど変わらないスコア出ています。で下位モデルの Ultra 5135H に関しても、まあ、それほどね、スコアを落とすわけではないので、大きくね使い勝手を損ねるっていうような印象は、個人的には全然持ちませんでした。全然あの普通に使っててもパワフルに動作するなって感じるぐらいの処理能力になっています。はい、その根拠はねどこから来るのっていうことなんですけれども、こちら、ローゲン像100枚と、動画編集 4K からねフル HD に、落とす時のね、レンダリング時間を、測ったものになるんですけれども、まずはローゲン像100枚ですね。こちら、Ryzen Z1 Extreme を採用した ROG A ライ X、ROG A ライに差が出てるんですけれども、やっぱ最新モデルはね、メモリ容量も多いということで、従来モデルよりもね、短時間で処理が行えるようになりましたということですね。で、MSI クローに関しては、これ、下位モデルの Core Ultra 5をね、採用したモデルになるんですけれども、2分56秒ということで、まあ、Ryzen Z1 Extreme よりもね、10秒ほど遅い、スコアにはなっているんですけれども、それでもね、まあ、そんなに遅いなとかね、思うような差にはなってないですよね。ただ、これね、動画編集になってくると話が全然変わってくるんですよ。で、ROG A ライ、Z1 Extreme、それから最新モデルも同じ Z1 Extreme になるんですけれども、なぜかね処理時間が倍ぐらいになってるんですよね。
MSI クローのね、インテル CPU コアウルトラ5を採用したモデルも1分54秒ということで、 ROG Ally X のね、最新モデルと、変わらないぐらいのパフォーマンスが出ているので、この辺はね、そんなに気にしなくていいんですが、初代の ROG Ally で、動画編集やろうって考えている方は、倍ぐらいのね、時間がかかっていますんで、ちょっと頭の片隅に入れておくといいかもしれません。はい、じゃあ続いてはね、ゲーミング性能の方をチェックしていきたいと思います。ポータブルゲーミングパソコンということですからね、このゲーミング性能にはやっぱり触れていかないわけにはいかないということでね、しっかり見ていきましょう。まずは、重量級タイトルの FF15 の方でね、ベンチマークの方を行っていきます。こうやって見ていくと、やっぱり MSI クローの方がね、若干遅れているというか低めのスコアで、立ち上がりもちょっとゆっくりっていう感じになっていますね。はい、駆け出しのところでこの際一体どういう風になっていくのかと言いますと、ドン。はい、やっぱりね、メモリー 24GB を搭載している ROG Ally X がね、高めのスコアということになっていて、Ryzen Z1 Extreme を採用したね、 ROG Ally、 それから Radeon Go に関してはほぼほぼ横並びのスコアとなっています。で、Intel CPU を採用したね、MSI Crow Core Ultra 5搭載のモデルになりますが、これだけはね、やっぱりちょっとスコアを落としてギリギリ、3000に乗って、まあ普通に遊べますよというような結果になっています。はい、やはりね、こういう結果を見てしまうと、初代 ROG Ally がね、約11万で販売されてたんですけど、それよりもね、1万円高い性能だった MSI Crow のね、下位モデル、Core Ultra 5搭載のモデルがね、やっぱりスコアが出ていないということでね、あまり人気がなくて、ここに来てですね、結構値段を下げて売らざるを得ないという状況になっているのは、そういうことなのかなというふうにもね、思ってしまいますけれどもね。はい、こちらがね、各モデルをレビューした時に動かしたゲームのね、参考値になるんですけれども、やっぱり発売された時期とかね、あとまあゲームの設定であったりとか、まあそれぞれのその時のタイミングのね、快適性を追っていった関係で、設定とかもぐちゃぐちゃで、本当にまあ数字を並べてる程度の参考にしかならないんですけれども、やっぱり ROG Ally X はね、まあフル HD の中設定ぐらいであれば 30fps ということで、まあ初代のね、まあ ROG Ally に比べるとワンランク上のね、快適性を実現しているのかなというふうには感じます。で、同じくね、Radeon Go Z1 Extreme を採用したモデルになりますんで、同等の、スコア、それから、タイトルによっては、まあ、ROG Ally よりもね、いい結果が出ているということで、やっぱりこの辺はね、モデルによる特徴があるのかなというのはね、やっぱり感じはしますね。で、まあ、MSI Crow さんの方だけがね、ちょっとまあ、フル HD 低設定でないと、やっぱり 40fps 前後出てこないよというところで、ワンランク落とすかなという印象ではあるんですけれども、ただやっぱりゲームの快適性ってね、やっぱり 50fps、50、60目指したいということであれば、まあ、MSI Crow のようにね、フル HD 低設定、もしくはまあ HD 画質まで落としてね、遊ばないといけないということもあるかと思うので、まあ、使用感のところで言うとね、実はそれほどそんなに全モデル大きく変わるっていうことは個人的には思っておりません。それよりもですね、バッテリーの持ちであったりとか、バッテリーを抜いた時のね、パフォーマンスの落ち具合とかね、その辺を気にかけた方が、まあ、遊びやすさの点では、まあ、変わってくるかなというか、大事になってくるかなというような印象ですね。はい、じゃあそろそろね、この動画もまとめの方に入っていきたいと思うんですけれども、まあ、今回ね、紹介した4モデルに関しては、ポータブルゲーミングパソコンとしてのね、活躍をまあしっかりと期待できるモデルばかりでした。正直どのモデルを買っても、その役割は果たせると思ってますんで、正直ね、どれを選んでもらっても大丈夫だと思ってます。もちろんね、性能面であったり、そういった細かいところを見ていけば、使用感のちょっとした違いっていうのは出てくるとは思うんですけれども、基本的にはね、自分が何を重視するのか、まあ、ライフスタイルにどれが一番合っているのかっていうようなね、選び方をすればいいのかなというふうに思っています。それじゃあね、元も子もないじゃないか、この動画何だったんだよって思われる方いるかもしれないんでね、ちょっとこういう表を用意したんですけれども、これはね、パフォーマンス面とかそれ以外のね、要素のところをまとめたリストになります。価格の方もね、市場価格っていうのを反映させていますんで、
結構ね発売から経ってるモデル ROG A ラインの初代なんかはね、10万円を切るようなお値段で買うことも可能ということになっています。で ROG A ラインの初代に関してはね、唯一この中でホワイトモデルっていうこともあるので、白のね、おしゃれな可愛い、モデルが欲しいよっていう方はね、やっぱりこの ROG A ラインが選択肢になるのかなというふうに思っています。あとですね、個人的に大事だなと思っているのがバッテリー駆動時間なんですね。でやっぱり ROG エライやレギオン GO ね、高負荷なゲームだと1時間ぐらいしかバッテリーが持たなかったこともあって、ポータブルゲーミング PC と呼ぶにはね、ちょっと使い勝手悪いなって思うような面もね結構あったんですよ。なので、まあ、バッテリーをね、重視される方は、まあ、ROG A ラインの X であったり、まあ、ちょっとね予算も抑えたいよっていう方であれば、MSI クローなんかをね選ばれるというのも手段なのかなと思います。あとはインターフェースですね。これは使い勝手の面で非常に大きなウェイトを占める部分だと僕は思ってるんですけれども、やっぱり ROG A ラインX 初代はね USB 3.2 が1つだけということで、充電端子1つ埋めてしまえばもうあとは何も使えないということだったんですね。でそれが結構ネックでいろいろ言われてたんですけれども、やっぱりそこはね弱点ちゃんと消してきて、最新の ROG A ラインX の方では USB 4とね USB 3.2 っていうのが使えるようになっています。同じようにね、レギオン GO の方も USB 4が2機ということで、結構ねマウスであったりとか、まあ、キーボードであったりとか、そういったデバイス類をねつなぐっていう意味では結構使いやすいのかなと思います。あとですね、 MSI クローだけが、まあ、インテル CPU、インテル準拠のシステムということになるので、サンダーボルト4がね使えたりもします。これ外付けね GPU ボックスをつないで使いたいみたいな方であったりとか、まあ、高速デバイスねサンダーボルト4が使いたいっていう方はね、ぜひこのモデル選ばれてもいいんじゃないかなと思っています。はい、で個人的なおすすめ度という点で言いますと、やっぱり、最新モデル、ポータブルゲーミング PC のね、弱点をほぼほぼ消してきている ROG A ライン X がねやっぱり一番おすすめということになります。価格のところでねちょっとネックはあったりするんですけれども、他のモデルよりもねやっぱりワンランク上の快適性であったりとか、まあ、あの使い勝手の面の良さであったりとかはねやっぱりありますんで、迷ったらね ROG A ライン X を購入されるといいのかなと思っています。で ROG A ライン初代に関してはね、ホワイトの可愛いモデルが使いたいよとか、まあ、ちょっとお値段13万9800円は高いから安く抑えたいよっていう方はね、この ROG A ライン、コストパフォーマンスが高い、モデルになってますんで選ばれるといいと思います。モバイルゲーミングパソコンのね人気を牽引してきたと言っても過言ではないモデルではあるので、やっぱりこのね ROG A ラインをねとりあえず使ってみるっていうのもね一つ答えになるのかなというふうにも思っております。続いてレギオン GO の方なんですけれどもね、こちらはまあ映像重視というか、まあ、モニターの解像度も高いですし、モニターも大きいのでやっぱり他のモデルとはちょっと違ってですね、映像を重視するような方におすすめのモデルかなと思います。固定しておいてね、動画コンテンツを眺めたりとかね非常に便利ですし、ゲームだけじゃなくてね他の用途にも使いたいよっていうような方はレギオン GO を選ばれるといいのかなと思っています。MSI クローに関してはね結構今回のモデルの中ではダークホース的な存在じゃないかなというふうに思っています。やっぱりインテルがね入ってるのでインテル好きな方とかね、あとまあサンダーボルト4を使いたいみたいな方であったりとか、特価狙いですね、また、投げ売りじゃないですけれども7万円8万円でね売られるようなことがあれば非常にね、狙い目でコストパフォーマンスのところで言うと、まあ、逆転現象もね全然あり得る、まあ、ダークホース的な存在なのかなと思っています。僕はね結構気に入って使ってるので、まあ、この辺 MSI クローのね、個別レビューなんかを見ていただけると非常に嬉しいんですけれどもね。はい、ということで主要なメーカーのね4モデルご紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。おすすめのゲーミングポータブル PC ということで進めてきましたけれども、結構ねそれぞれに個性があって面白かったんじゃないかなというふうに思っております。まあ、選び方としてはねスペック価格的なところ、あとパフォーマンス的なところももちろんなんですけれども、あとライフスタイルに合うかみたいなところを考えてもいいかもしれません。ということでこの動画はここまでにしたいと思います。非常にね長い動画になってしまったんですけれども、まあ、最後までお付き合いの方いただきましてありがとうございました。これからもね引き続き動画の方やっていきたいと思いますんで、この動画参考になったよ、面白かったよという方は高評価とチャンネル登録の方をしていっていただけると非常に喜びます。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。